静岡市内のレストランです。今夜しか食べられないこんにゃくを使ったイタリアンのフルコースが作られています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。焼津市にある小さな町のこんにゃく専門店、岩崎こんにゃく店は昭和2年の創業です。伝統的な製法バタネリを受け継いでいるのは4代目の正美さんです。バタバタ音を立てて練るっていうことから、昔からバタ練り製法って言われてまして、こう音を立てながら練ることによって空気が中にいっぱい含まれるので、気泡がもう目に見えない気泡がたくさんできます。で、こんにゃくを煮た時にそこに煮汁がよく染み込むので、やっぱり噛んだ時にじゅわっと煮汁が染みで、こう口の中に広がってすごい美味しいこんにゃくになります。昔ながらのこんにゃくを新しい味わい方で、イタリアンのシェフと組みました。前菜からデザートまで全てのメニューにこんにゃくもしくはところてんを使用した、低カロリーで低糖質なイタリアンのフルコースということで、皆さんに楽しんでいただこうと思っております。ヘルシーなこんにゃく料理の世界を広げていきたいと考えています。こんにゃくを細く切って、味をつけて乾かしたそうです。コリ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 、噛み応えが素晴らしいです。はい、私たちが手掛けるものが、皆様の体の、ね、作ってると思ってますので、そう思うとやっぱりただ美味しいものというよりは美味しくて、健康かつ美味しいと目指したいと思ってます。多分岩崎さんのこんにゃくならだからこそできるお料理かな。バタネリこんにゃくが変身しました。同じこんにゃくなのにすごい輝いて見えるっていうか、丁寧に作られた美味しいこんにゃくだったらどんなお料理にも合うよっていうことをやっぱり伝えたかったので、すごく嬉しい気持ちです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。